エーティ島賞とは、日本の競争馬、繁殖品馬である。品馬最強世代と呼ばれた1981年クラシック世代の一頭で、あり、中山記念連覇などボバ混合重賞を4賞。2000メートル前後の距離で能力を発揮し、中距離の女王と称された。繁殖品馬としてもクイーンカップなど重賞3賞を挙げたマザー島賞などを生んでいる。 弟に東証ペガサスなど3頭の重傷勝利馬がいる。母ソシアル東証は1975年の優秀品馬に着馬。その兄弟には重傷3章の東証ピットや天馬と称された剣勝馬東証ボーイなどがいる。父ダンディルートは藤政牧場が導入した新進の種母馬であった。しかし誕生後しばらくの後に右前足ひずめ骨を骨折。 県にも異常を持っており、さらに異常が弱く下痢を繰り返していた。こうした様子から当初は競争場になれないと見られていたが、牧場スタッフの献身的な世話が功を奏し、徐々に体質は改善されていった。競争年齢の3歳に達した1980年4月、美穂トレーニングセンターの奥平マッサハルに入球。しかし、 環境の変化から極度の食欲不振に陥って栄養失調を起こし牧場に帰された。10月末に再度入球するがデビューは翌年2月と遅れた。1981年2月21日東京競馬場の新馬戦でデビュー。初戦は金差の2着となり2戦目で初勝利。3戦目で当時オープン特別のフラワーカップに勝利し、 クラシック戦線でも堅実に入着して素質の高さを見せた。夏の休養前に出走したラジオ単波賞では最終コーナー戦闘からゴールまで押し切り重傷を初制覇。二着は当年の菊花賞馬となる皆川真奈であった。夏の休養を経ての秋シーズンは初戦の牝馬東京タイムズ杯で5着。自走は秋の最大目標としたエリザベス女王杯であったが、 胃腸の弱さが影響し、競争前に3度の腹板に見舞われた。しかし本番では、中段から、馬場内側を追い込み、金差の4着となる。続く、年末のオープン戦に勝利し、4歳シーズンを終えた。小馬になるとボバとの戦いがあるになったが、ここから素質が開花。年頭の金牌を3馬審査で圧勝して、重賞2勝目を挙げると、続く、東京新聞杯では、 当時、無冠の帝王と呼ばれたモンテプリンスと、直線入り口から競り合い、花佐の2着。2戦連続で同馬との対戦となった中山記念も、前奏と同様の展開となり、今度は、花佐退けての優勝を果たした。自奏は、天皇賞を予定していたが、競争前に、左前足つなぎ人体炎を発症して、回避、年内一杯を休養に当てた。 当年の最優秀5歳以上牝馬には、中山記念で破ったスイートネイティブが選ばれたが、中央競馬フリーハンデでは、牝馬最高値となる 59kg の評価を得た。翌年1月の復帰後も衰えはなく、復帰2層を連続で2着した後、再び中山記念に出走。幸運による不良馬場をクとせず、4馬審査で連覇を果たした。その後も校長を維持。 当年7 0 0勝という成績を残し、フリーハンデでは2年連続の小品馬1位に据えられた。明けて7歳になり、中山記念を限りの引退が決定。初戦目黒記念を5着とした後、世界王以来の同一重賞3連覇を目指し、中山記念に臨んだ。レースでは最後の直線で馬群からわずかに抜け出したが、ゴール直前でトゥデナムキングに、 半馬進化はされて二着。三連覇はならなかった。当初の予定通り、この競争を最後に引退。故郷、藤正牧場で繁殖入りとなった。全二十一戦中、五着以下となったのは六歳時に、出走した有馬記念のみと、非常に堅実な成績を残した。繁殖品馬となったエーティ島賞は八頭の競争馬を生んだ。代表三区マザー島賞のほか。 東証スペリア、東証ヒューイ、東証ルーイの3頭がオープン馬となっている。競争馬時代と同様の堅実な成績で牧場を支え、名繁殖の1頭に数えられたが、1998年に21歳で死亡した。1984年よりグレード制導入。競争名太字はグレード制導入後の GI 競争。 5番子マザー島省の3区に島省ガナーがいる。ありがとうございます。